平面三角形灰気化配置を持つ化合物の理想的な構造。三復化法素の構造。平面三角形気化配置を持つ分子の例。科学において平面三角形は一個の中心原子とそれを中心とした正三角形の三頂点に位置する原子がすべて同一平面上にある分子の気化配置模型である。 理想的な平面三角形分子では、位子同士のすべての結合角が120度を取り、天群は D3H に属する。ホルムアルデヒドのように3個の位子がすべて同一のものでないときは、理想的な気化配置からは外れる。平面三角形気化配置をとる分子には、フッ化ウ素、ホルムアルデヒド、ホスゲン、三酸化ウなどがある。 平面三角形気化配置を取るイオンには、硝酸イオン、炭酸イオン、グアニジウムイオンがある。有機化学では、平面三角形構造を取る、平面三結合炭素は、SP に根性オービタルを持つと、しばしば表現される。窒素反転では、平面三角形構造を、繊維状態として、その三角水系構造が反転する。ピラミッド化は、 4面体系分子期間配置に向かう、この分子形状の歪みである。この歪みはピラミッド型ある県において見ることができる。A.B. March, Jerry, Advanced Organic Chemistry, John Wiley and Sands, ISBN 978-0471854722, ホロマン A.F. I. バーグ E. In Organic Chemistry, San Diego. アカデミックプレス、ISBN0 から12から352651から5ハットミスラー。GL タル、DA、インオーガニックケミストリー、ピアソン、プレンティスホール、ISBN0 から13から035471から6。ありがとうございます。